この道を通りながら何かということで、今日は高田馬場に3900万円超えて、まあよかったでしょうか。何か新しい通路ができて、昔はあんな置き場はなかったんですけど、あの置き場に関して言いますと、まあ昔はなかったですけど、まあ僕らがホームレスの